我らの演舞、最後まで存分にお楽しみくださりませ。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙う我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命将来する。そうはさせない。主君徳川家康様の命は我らがお守り申す。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためにも我ら忍びの使命は家康様を武将岡崎城へと連れすることじゃ。今こそ伊賀者甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、服部半蔵様に力を貸してはいただけるか。ここは柊に頼む。民が幸せのため、天下太平の世を築くため、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ、こたびここに集いし皆様、今がその時でござる。共に心を一つにしてまいろう。先ほど教えた党員を結んで、拙者がいざと申したら2個唱えてくださりませ。 Please lend us your power. I say いざ、you say に。 OK? ありがとうございます。では党員を結んで参る。いざ、もっと出るじゃろう。いざ、最後じゃ。いざ、ありがとうさんじゃ。皆の者、春和さんのり水産行くぞ。力添え片付けない。礼を申す。我らは徳川家に仕えし忍び。この功績によりかつて我らは鳴海が衆として取り立てられ、半蔵様はその棟梁と相なった。天下太平の世を実現された家康様の願い、そしてそれを支えた我ら忍びの思いを受け取り、現世によみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げてまいろうぞ。さあ、楽しき刻もあっという間じゃ。ここからは我らの剣舞にて共に盛り上がってまいろう。整理